ございます。今日はグローリーの How to 行こうと思います。これはちょっとコードばっかで簡単なんで、ギター弾き始めの初心者の人とか僕とかそういう人にすごい最適な曲だと思います。じゃあ前奏からいきます。まず前奏は1、2、3、4と言います。それで5弦の3とこれは4こう弾きます。ジャーズ、ツツツ、ジャーズ。でその次は F、 あ、ツツチャツツツチャツで1、2フレット上がってこう弾きます。ツツチャツツツチャツでまた C、 ツツチャツツツ、それでこっちの F、またすぐ C に戻る。この F は4弦の3と3弦の5、もしくはここまで上がってもいい。で同じことします。最後はジャー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 ジャこれで G になります。これで3回目の G は7、この1弦の3が1フレットまで、でピックスクラッチ入ってで歌入ります。歌もコード進行は一緒でミュートなしでいきます。で C から、で、で B メロいきます。D マイナー、 F、C、G でまた D マイナー、 F、C で次の G の時にこっちのタワーコードで行くので、こっちじゃなくてこっち3フレットで、サビに行きます。で、サビも前奏と一緒で、C から、チャッチャッチャカチャカチャッと弾きます。で、F。で、C。で、G。これで繰り返し。で、最初の C だけで、チャッチャッチャカチャカチャ。あれ？次が ?G、F、C、G って感じ。ゆっくり弾くと、サビゆっくり弾きます。サビのこの C の時は全部ジャッジャッチャカチャカチャですね。ゆっくり弾くと、サビをゆっくり弾くとこういう感じです。でまた歌に入ります。2番の歌が
またミュートを交えて、前奏と一緒。で、B メロ。で、サビ。で、2番のサビは、G に行かずにずっと C のままです。おいで、間奏ですね。おいで、G。また G と G7 に入る感じ。ピックスクラッチ入って、ナナナナナの前橋、ナナ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 ナジージー、でまたサビ、で、サビの繰り返しは実音でいきます。で、G、E、F、C、E、E、E、G、F、C。で、その次ラスト。G の4弦3弦1弦2弦と弾きます。で、最初だけミュート、1弦2弦だけ実音、そのまま2フレット下がって F で C で終わります。こういう感じでした。Thank you.